はい、ありがとうございます。先ほどまではリーさんの海外とか国際協力っていうところに興味を持ったきっかけっていう部分も含めて学生時代の部分をお話しいただいたんですけど、この動画ではじゃあ大学卒業して就職どういう選択をしていくのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。法学部に在籍されていて、でその後韓国の環境で自分の力を還元できるような会社を選ばれるっていう話だったと思うんですけど、実際どこに行かれたんですか？東京に本社を置いている機械系の商社の株式会社ミスミっていう会社に就職しました。なるほど。実際そこでは何されてらっしゃったんですか？機械部品とか工場で使う機械工具の商品開発をやってましたね。商品開発なんですね、はい、だから全然理系じゃないんですけどでもそういう集まりだったんですよ、その会社が。そうなんですね、はい、なんかイメージ商社だったらそこをつなぐ営業みたいなイメージが僕の中ではあったんですけど、はい、そこの商品開発っていうところがあるんですね、はい、なんかミスミっていう会社が当時すごく有名な三枝忠という方がミスミの代表になられた直後だったんですよね、うんうん、作って作って売るっていう、作るっていうのは創造の層で、はいはいはい、物を作って売るって、これ一気通貫でやるから強いっていうのがあって、商社でなかなかないんですよね。そうなんですよ。ファブレスメーカーっていうので、うん、商品開発のメンバーが実際にマーケティング調査からやって、はい、商品企画を作ってサプライヤーさんと一緒にものづくりをして、はい、当時はまだ紙だったんですけどカタログ作って、はいはいはい、カタログも自分たちで作ってっていう感じで、なのでその当時はそういう一気通貫でビジネス学べるから、はい、経営者になりたいやつ集まれっていうのが、はい、僕が入社した当時の新卒を集めるキーワードでやってました。ああ、そうなんだ、はい、実際それで一気通貫でやってるところって僕もあんまり聞いたことないんであれだったんですけど、サプライヤーさんは日本の企業ですか、それとも海外の企業ですか？ものづくりなので、はい、日本の企業の国内の中小の製造メーカーが多かったんですけど、はい、僕がいる部署は海外からの調達もあって、なるほど、本当にご縁あって、うん、ちょうど僕が入社した4月で5月に配属されて、はい、ちょうどそこから取引が始めた韓国のすごい大手の企業があったんですよ、はいはいはい、でそこをなんか僕言葉できるから担当させてもらって、すごっなので入社して1ヶ月後に海外出張とか行って、いいですね。なんかそこでこうまた場数踏めたのもめっちゃ良かったですね、はい、実際新卒でそこの関係性みたいなのが1ヶ月目じゃないですか。もちろん上司と一緒に行くと思うんですけど、めちゃくちゃ緊張しませんでした？めちゃくちゃ緊張して当時僕の上司も面白かったんですけど、はい、リー、お前の今回のミッションはとにかく会議中に寝るなって言ってました。あとは横で何言ってるかをちょっと教えてくれ。あ、なるほどなるほど。で、そして僕結構言ってました。あ、そうなんですね。結果的に新卒でそこの配属されて、はい、その取引はうまくいったんですか？そうですね。だから本当に、まあ、全部ご縁だと思ってるんですけど、はい、そこで僕が窓口になったので非常に向こうもやりやすくやってくれて、で僕たちもそこで商品をどんどん広げていったりしたので、はい、すごく自分にとってはいい縁をいただいてうまくいってましたね。うーん、そうなんですね。しかも大きい企業なんで取引の売り上げは全然大きいですよね、はい、そうなんだ。ちなみにミスミにはどれぐらいいらっしゃったんですか？7年ですね。7年、はい、7年いた中で一番辛かったこととか、あとはこれはもう無理かもしれないっていうことはなかったですか？ありました、ありました。もうめちゃくちゃありましたね、はい、さっき言った経営者集まりみたいな感じとか一気通貫っていうのがあるので、非常に入ってくる人たちのレベルも僕から見たら高かったんですよね、はい、であと新卒の1年目に求めるものもすごく高くて、はい、今でも僕はその当時の上司をすごく尊敬してるんですけど、一気通貫なので自分が商品の PL を持ってるわけですよ ね、 そうですよね。だから次のタイミングではこんな商品開発をしたいですっていうのはこういう調査をしてきてって出すんですけど、はいはいはい、銀行目線で突っ込んでくるんですよ。なるほど。こんなんじゃ、はい、お前の会社にはお金貸さないよって言ってどういうことになってんだみたいな感じで、当時はまだパワハラなんて言葉も聞きもしなかったし、はい、なのでもう資料叩きつけられてみたいなものとかガンガンあったんで、うんうんうん、そうなんですね。レベル的についていけないなっていうものはさっき話したように村社会に住んでた自分が初めて東京に来てでそのビジネスの一線に体験するので、はい、ちょっとついていけないなみたいなものは最初の 1,2 年めちゃくちゃありましたね。ああ、そうなんですね。ちなみにそういう課題あるじゃないですか。でもそれってもういわゆる経験値もあるじゃないですか。あります。そこはどういうふうに改善していったかというと、もうずっと怒られてでも出し続けてところで学んでいった感じなんですか？そうですね。まず前提としてあるマインドセットとしては、はい、その会社で僕みたいに朝鮮学校出身の在日コリアンの社員って初めてだったんですね。これで俺が仕事できるかできないかによって少なくともこの会社の人たちの在日コリアに対する見方って決まるなと思って、うん、はいはい、で考えた時に負けちゃいけないっていうのがやっぱあって。あ、そうなんだ、すごいですね。この後結果的に僕の後輩とかも人事とかにお話ししたりして、うんうん、コネじゃないんですけど入ってきたりするんですよ、はいはい、でその時にそういう子たちがどんどん入ってきて社会に進出してほしかったので、うん、はい、こういう上場会社に勤める道を作りたかったので、うん、やっぱり日本の高校出てないから常識的にあれだよねみたいな感じに、うん、
には絶対言われたくなかったんで、はい、死ぬほど働きましたね。いやこれすごくて、でもおっしゃる通りかなと思ってて、リーさんがそこでどれぐらいパフォーマンス出せるかどうかで、リーさんのバックグラウンドのところが全部評価されていくわけじゃないですか。そうなんですよ。だからリーさんがうまくパフォーマンス出せれば、その後輩でリーさんが紹介したら多分入れるんですよね。だからその人たち後輩からしてみたら、リーさんが選択肢を一つくれたみたいなイメージなんで、はいはい、それはすごいですね。うん、そうです。じゃあそこから次ボーダレスに移るっていう流れになっていくと思うんですけど、はい、何きっかけでそれを流れていくんですか。その経営者集まれっていう号令のもとに集まった新卒の中に合流するボーダレスジャパンっていう創業したばかりの会社の創業者の田口と鈴木っていうのがいたんです、ね。はい、まさかの同期だったん、はい、そうなんですよ。ちなみに新卒は何人いらっしゃるんですか。14人ぐらいですね。すごい、14人の中に3人いた。14人で彼らはまさに入社して学んで独立するっていうのも決めていて、僕は片目で見ながら、さっきの志みたいなものはありましたけど、商社マンっていうのを自分としては誇っていた時期もあったので、多分行かねえだろうな僕はみたいな、みんな頑張ってんなみたいな感じで横に見てたんですけど、最終的にはなんかそこにジョインすることになるみたいな感じです。はい、ちなみに田口さんとか鈴木さんは新卒で入られて、その後それぐらいで抜かれてるんですか。田口は2年か3年で辞めて、もう学ぶことはないって言って辞めたんですけど、鈴木は資金を稼ぐためにもう少し残って、その後にジョインして、でも 3,4 年じゃないですかね。あ、そうなんですね。はい、そこで2人フェードアウトするじゃないですか。はい、でもリーさんはいらっしゃるわけじゃないですか。はい、7年目で辞める決意を持ったきっかけっていうのはどういうアプローチがあったんですか。そうですね、ちょうど7年経ってくると会社としても慣れてきて、次のランクというか、はい、役職がつき始めるちょうどタイミングだったんですよね。うんうん、で一つはそこに対してワクワクしなかったっていうのがあって、課長部長というよりもその会社はディレクターとかって感じなんですけど、その人たちの仕事をやってるのを見た時に、内々なことにやっぱり中間管理職となってしまってる部分ってあるじゃないですか。はいはいはい、そこを見た時に自分自身がそのキャリアでいいのか、いやこのまま企業人としてやっていくんだったら、その中で上に上り詰めるっていうのは選択としてあるなと、ちょうど29歳だったんですけど、はい、で一方で入社する前に思ってた自分がやりたいこととかっていうのを、ここでこのままもうどっぷり入っちゃうともういけなくなるなと思った時に、実はそんなことやりたいんだっていうのを同期が集まったらみんな志を語り合うんですよね。はい、当時のその僕が言ってた志を彼らは覚えてくれていて、自分たちが今こんなことをやろうとしてるんだけど、リーちゃん一緒にやらないみたいな話になって、もちろん条件はねクソ悪かったんですけど、当然ながらでもなんかどうせ死なねえだろうと思って、改めて自分が本当にやりたいこととか、自分が蓋してた志みたいなものをもう一度彼らの力によってこじ開けてくれた部分があって、彼らと一緒にいたら面白いかなと思ってジョインしようっていうふうに決めましたね。うわ、はい、そうなんだ。そこの場では事業を生み出すみたいなところでみんなお仕事されてたんですか。その時にはもうすでに僕が後に任されて代表やってるボーダレスハウスっていう事業がちょうど始まった頃だったんですね。なのでシェアハウスの事業を作ったり、その運営のオペレーションやったりっていうのに奔走している時代でしたね。はいはいはい、はい、で実際その時って資金はどうされてたんですか。会社の立ち上げの時には身内とか知り合いとか親族借り入れでスタートしていて、で事業が軌道に乗り始めてからは銀行からの借り入れって感じですね。なるほど、辛い時期ですよねでも辛い時期が一番楽しいっていうところもありますよ ね。 そうですね。ちょうど僕が転職してそこにジョインしたのが2011年の春で、震災があった時期だったんですよね。でボーダレスハウスっていう事業においては外国人の方が日本に来るっていうのが結構キーワードだったので、それが全部キャンセルになったりとかしたので、なるほど、もうそれこそ4月に入社する新卒が頑張って新卒採用して2人入れたんですけど、新卒4月迎え入れられないって言って、親に頭下げに行って1ヶ月入社待ってくださいってやってましたね。きつそうか、やっぱそういうシェアハウスとかは外的要因ですごい左右されるんですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとこの動画では大学卒業してリーさんはどういうところに働いてボーダレスジャパンとの関わりっていうところをまずお話しいただいたんですけど、次はですね本題となるボーダレスハウスの代表をしていらっしゃるんで、そこでどういう事業をされてるのかっていうところをお伺いしようかなと思います。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。